花屋龍馬さん、こんにちは。なんか私のね、ちょっとしたコメントにしっかりと答えていただいてありがとうございます。もうすっかりね、速稼塾ですね、これはね。速稼塾の塾生みたいなことをしてくれている。でもまあ本当そうですね、名誉会員と言いますか。まあぶっちゃけね、その速稼塾に入ろうが入る前がうまくいっていただければいいんですよ、うん、どっちでも、うん、それ速稼塾との距離がね、塾生としてやっていくのか、塾生じゃないけども意識だけ持っていくのか、もうどっちでもそれはいいと思うんですよね。で、花屋龍馬さんはまさにね、去年の今頃ですよね、私が出会ったのは。花屋龍馬さんは私が思ったようにっていうか、思った以上にすごい人になりましたね。またね、その時からすごかったんですけどね、遊戯王転売からどっか、多分当時はお勤めに行かれてて、その合間に動画を出されていたと思うんですけども、まあね、詳しいことは分かりませんけども、きっと今はね、そのご自身のビジネスで生活を支えてるんだなと思いました。結構ね、来年からなんかニートしますみたいな動画もあったと思うんですけども、自分の今の固定給を捨てて、何にもないフリーランスに入っていくと。で、自分の商品を YouTube を通じて売買していったりね、ノートを使ってみたりとか、そういうのってね、多くの方が勇気がなくてできないと思うんですよ。もうちょっと経験を積んでからみたいにね、考えてる人もいると思いますしね。でも経験を積んだ30代40代そして50代の人はもっとできなくなってるんですよ。で、こんなんね、その瞬間その瞬間感じたように動いた方がいいです。感じて動くから、そこに感動が生まれると思うんですよね。だから感動させることができればビジネスはうまくいきます。わ、すごいな、この人こういう風になればいいんだとかね、こういう風にできるんだとか、自分にもできるんだっていう風にね、感動の連続で人は動いていくと思うんですよ。でもまあ感動しない人って動かないですよね。どんなことを見ても聞いてもしらーっとしてるっていうかね、まあ、昨日ね、その町内会の、次期の役員人事があったんですけども、まあ、私がね、いろいろと、私はまあ会長っていう役職もらってますけども、一番その町内ではね、新人ですからね、うん、だからなんかいわゆるね、何も知らないからやれみたいな感じで押し付けられたところはあります。で、私はね、基本的に人から勧められて断ることがないんですよ。いつよみたいな感じですよね。まあ昔流で言うと、いや頼まれちゃ嫌とは言えねえなみたいなね、そんな昭和根性なんですけども、まあ町内会っていうのは、ね、昭和生まればっかりなんですけども、まあそういうような昭和根性出してる人は誰一人なかったですね。いや頼まれたらまあ嫌とは言えねえなと、そうかいみたいな、よしじゃあ一肌脱ぐかみたいな人は全然いないですね、うん。まあだからこそ私はね、皮肉にもね、私は昭和の人間なんで頼まれたら嫌って言えないんですよみたいなことを言ったんですけどもまあ他の方はね、こうしらっとしてるというか、うん、残念ですね。私はね、セミナーを数限りなくしていて、人の気持ちを動かすことはね、結構得意なんですよ。で、その動かした挙句最後にセールスみたいな流れなんですけども、まあ、町内会に関しましては、うん、多少ね、人の気持ちを動かすことはできたんですよ。そう考えればいいんだみたいなね、なるほどとかね。で、まあ昨日の話になりますけども、ちょっとね、すいませんけども、昨日一番人の気持ちを動かしたのは、あ、参加する人が次期の役員、うん、やりたいなって方がいないってことは、町内会したいって人がいないみたいなんで、町内会じゃあ来年はなしですねと、うん、まあそれもいいんじゃないですか。時代の流れですから、昭和の初期から始まったこの町内会って制度も確かに古いんで、やりたがる人はいないと、やりたくてももうね、年を取ってできない、若い人は入ってこない、じゃあ なしでいいんじゃないですかと。夏祭りも別に私もいらないと思うし、大変な思いをしてね、やる必要もないし。で、昔役員やった方はね、もう昔やったからやんないよっていうふうな、もう二束三文のね、やらない論法もかざしてくるし、それから、いやー、わしらの時は大変だったよみたいなことを言ってね、自分がやったことを誇る人も出てきたりとかね。で、自分の役割が大変だったとか忙しかったって言えば、それはやる人いないですよって話ですよね。楽しかったやりがいがあったっていうふうな言い方できないのかなというね、昭和生まれに対して私はちょっと残念な人たちだなと、コロナ禍でね、毒づきながら、俺はそうはならないぞみたいなね、反面教師になるところもあるし、でもそういう方に対しても、そんな大変なことがね、できたわけですから、ちょっと別のアイデア貸してくれませんかみたいなことでね、焚き付けていくところもありますしね。で、あり手に言うと、人ってのはね、不満はすごく得意なんですよ。不満を言うのはね、それらしく言うんですよね。しかもその不満っていうのは、まあ、どっかで誰かが言ったことをそのままコピーペーストして言ってるんですよねだから感動しないんですよ私としてはね。あら、この人もこういう一語一句同じこと言うなみたいなね、これを言ったら自分が正当化されるのかなと思っちゃうんですよね。で、私がね、考えてるのは、人を論破するとかね、言いくるめるっていうのは多くの方好きですけども、そうではなくて、
言いくるめられてあげるとかね、論破されてあげるっていうのはまさに花屋のうまさが指摘した通りで、いやいいアイデアだわだわ、それすごいじゃないですかっていうふうにね、立ててあげるってことですか。それによってもっともっと気持ちよく話してくれて、そこから突破口って出てくると思うんですよ。で昨日ねちょっとこういうのがありました。昨日はねその役員人事を決める中で、昔はこんな方法でうまくいっていたんだよっていう方がいらっしゃったんですよ、ね、でその方法ってなんでね引き継がれなかったんですかって聞いたら、わからないって言うんですよ。その方法があなたはいいと思ったけども、いいと思わないそういう世代があったからそれを受け入れられなくて、ベストな方法として、別のものが組み替わったんですよねっていうふうに話すと、なんかふてくされちゃったんで言い過ぎたかなと思ったんですけども、でもねやっぱりね、肯定して肯定して肯定してあげると、その肯定がどっかでね行き詰まるところがあるんですよ。そこが解決のヒントなんですよね。実はもう一回言いますけど、さっきねこういうふうな方法したら役員人事は決まりやすかったぞと、俺の時代はそうやってうまくいったんだって言うから、じゃあその方法なんで次の世代に伝えなかったんですかって言ったら、分かんねえよみたいなこと言うんですよね。だからそれはあなたはいいと思ったけど、次の世代の人がそれを見てこれはダメだと思って否定したから続かなかったんじゃないですかって聞くとね、まあ黙っちゃうというかふてくされちゃってねでもまあそこなんですよ、ヒントはね。だから個人的にいいと思ってもそう思わないところもあるんですよ。どこまで肯定してね、言ってみれば肯定してあげても肯定しきれないところが出ていくんで、それが問題解決のポイントになるんですよね。だからね、いろいろご相談いただく中で、私は悪くないのにこういうふうになっちゃったんだとかね、いや会社にリストラされてひどいよね、15年も一生懸命働いてきたのにクビにするなんて、なんとかなんないですか久保さんとか言うんだけども、じゃあその会社ってのはあなたがいなくなって潰れちゃいましたって言ったら、いや私がクビになったことで会社はなんか業績伸ばしましたって言ったら、それが答えですよねって、残念だけどもあなたがいたら会社の業績は伸びなかった、だからあなたをリストラして会社は業績伸ばした、これ以上の事実ないですよと。これは怖いですけども、本当にね、心がえぐられるような話だけども、ここに目を向けていきましょうと。私たちは気持ちいいものばかりとかね、楽しいものばかり見て生きてるわけではなくて、むしろね見たくない現実に蓋を開けてそこを見に行くからこそ次の一歩が始まるんだと思うと思うんですよね。自分の良くないところとか自分の落ち度とか認めたくないけども人に求められていなかったっていう現実を受け止めることによって、あ、だからクビにされたんだ、だからダメだったんだっていうことで改善策がやっと見つかっていくってことになると思います。で、私はね花屋の重さに感じてるのはきっとそういうところなんですよね。自分のダメさに気づいていると、自分のウィークポイントに気づいていると、同時にそれをどうすればいいかなってことにやっぱ動き出せる人だと思うんですよ。この気づいて動くね、感じて気づいて動く、感動なんですよ花屋龍馬さんっていうのは。あ、やっと回収できた、よかったなんかねどこまで話がねもうバラバラになっちゃうのかなと思ったんですけど、回収できましたよ花屋龍馬さん。花屋龍馬さんは感動の人なんですよ。とにかく人を感動させると。で、トレーディングカードのね転売とかいう、形を借りながら、実はね感動販売人なんですよね花屋龍馬さんはね。私の速稼塾の塾生さんも多くの方が花屋龍馬さんにもう何影響を受けてね、花屋龍馬さんに負けてたまるかと。ある意味ね、花屋龍馬さんってすごくいい位置にいてくれてるんですよ。これは狙ってやってるような気がするんですけども、花屋龍馬さんが速稼塾に入らずに実績をぐんぐん上げることによって、速稼塾に入ってる人が触発されてね、わ、塾生じゃない人があんだけ頑張ってんだから俺やんないとみたいな。で、塾生なのに YouTube をあんまり更新してない人は、花屋龍馬さんむちゃくちゃ更新しとるやんみたいな、ちょっとやらないとみたいな感じでね、チャンネル登録を増やすために頑張っていただいたりとかってあったりとか、いい動画作ろうと思ってくださったりとか、あ、久保さんの動画をちょっと真似してやってみようかなっていう方が出てきたりとかね、そういうの出てきてくれてすごくいいなと思うんですよ。まあ、ある意味ね、これはね塾生さんの名誉を傷つけるわけではないんですけども、塾生さん同士で横を見てるときに、あ、同じぐらいだなと思ったらそこで終わっちゃうんですよ。でも塾生じゃないのに意識が塾生ない花屋龍馬さんみたいな人がぐんぐんやっていただけると、負けてたまるかって人がね出てくるんですよね。そういういい切磋琢磨は私はね本当に期待するところなんですよ。まあ、これからもね素晴らしい動画をたくさん作っていただきたいですし、私ねやっぱりね花屋龍馬さんの動画を見てしまうんですよね。だからねやっぱこう、僭越ながら私チャンネル登録者数っていうのはねここ1ヶ月ぐらいでまだ2000人ぐらい増えたんですよね。でもチャンネル登録の数じゃないんですよ。これは再生数ではないんですよ。再生数が3でも5でも1でも、チャンネル登録が10人でも20人でも300人でも、自分の感動する動画ってのは、ヒカキンさんや寿司社長リクとかね、はじめ社長とか、自分の感動する動画はそこにはないんですよ。私はね、はじめ社長とかヒカキンさんの動画は見たことないんですよ。あんだけ人気なのに。あそこに私の感動はないなと思ってるんですよね。
うん、だから感じ方が様々な中で、私はどちらかというと少数派のなんかこう少数決っていうんですか、少ない考えの中でもう私はね、ちょっと美点を見出したいと。花井龍馬さんのような生き方の中に、うん、私のね学びをものすごく感じますね、うん、ということでね、この動画を見て、ここまで見てくださった方、花井龍馬さんの動画を見た方がいいと思います。ありがとうございました。